長期分散投資の、まあ、お金について学びたいという、ご相談をいただいてますね。勉強できるサイトは何でしょうかということですね。あと学べるサイト、まあ、学べるブログ、信頼できる人ということで、まあ、僕が、信頼できる人としたら大西さんなんですけども、まあ、それ以外にもですね、独立型の FP という人を選ぶ必要があります。要はどっかに所属してないところですね。なのでサイトとかいろいろ調べてもいろいろ情報が出てくると思うんですね。あと YouTube でも発信してる人ってすごく多いんですけども、なんか特定のものを進めてたりとか、特定の金融機関、特定の組織に所属している場合はちょっと疑った方がいいかなと思います。完全に独立型のお金の専門家っていう方を探して、学んでほしいなと、まあ、そういう方のサイトだったら、公平にですね、あなたの利益を考えて言ってくれてるってことが可能性高いです。フィリピンに